チャールズ・ウィルクスはアメリカ合衆国海軍の士官、探検家である。1838年から1842年に行われたアメリカ合衆国探検遠衛隊を指揮し、南北戦争初期の1861年に起きたトレント号事件ではその船の指揮官だった。いくつかの初物を行ったとされているが、その挙動により2回も、 軍法会議にかけられ、有罪とされた。ウィルクスは1798年4月3日に、ニューヨーク市で生まれた。元ロンドン市長ジョンウィルクスの兄弟の孫にあたる。母のメアリー・シートンは、ウィルクスがちょうど3歳の1802年に死んだ。その結果、おばのエリザベス・アン・シートンに育てられた。このエリザベスは、 ローマカトリック教会への転校者であり、カトリック教会に劣勢された最初のアメリカ生まれの女性だった。エリザベスが5人の子供たちと共にカフになった時、ウィルクスは寄宿生中学校に送られ、後には現在のコロンビア大学となったコロンビアカレッジに入学した。1818 18年に主幹候補生としてアメリカ海軍に入り、1826年には、 海軍隊員になった。1833年、ナラガンセット案を調査したことで、海軍海図系機部に配属となった。この部門は後に、アメリカ海軍天文台と水路部に発展した。ウィルクスが行った学術探検によって、海図系機部の初代監督官である、マシュー・フォンテイン・モーリーのために、海洋物理学の基準ができた。1820年代、ウィルクスは、 権威ある団体である芸術と科学の促進のためのコロンビア協会会員だった。その会員の中には元大統領のアンドリュー・ジャクソンやジョン・クイン・シー・アダムズなど当時の多くの著名人や軍隊、政府、医療など専門分野でよく知られた代表的人物が含まれていた。ウィルクスの探検隊、南極海、ディサポイントメント案のアセス・ヴィンセンズ号1838年。 ウィルクスはまだ年季の入った海軍士官ではなかったが、局地調査業務を経験し、文民の科学者と共に仕事をした。このような経歴により、政府が講演する探検隊の指揮を任された。その命令書は、南洋を探検し測量する目的で、さらにすべての疑わしい島や浅瀬の存在を確認し、我々の艦船の航路とその近くにあり、 また科学的公開の観測から漏れていた可能性のあるそれらの位置を発見し、正確に記録することとされていた。アメリカ合衆国探検遠生態は、1836年5月18日にアメリカ合衆国議会法で承認された。アメリカ合衆国探検遠生態は、通常、ビルクス遠征ン生態と呼ばれ、隊員には、博物学者、植物学者、 鉱物学者、白生師・画家及び文献学者が含まれた。艦船は、スループ・オブ・ウォーのアセス・ヴィンセンズとアセス・ピーコックが主であり、これに、ブリーク船アセス、ポーパス、貨物船・アセス・レリーフ、及びスクーナ船2隻、アセス・シーガルとアセス・フライング・フィッシュが付けられた。1938年8月18日に、 バージニア州ハンプトンローズを出港し、マデーラ諸島、リオデジャネイロ、アルゼンチンに寄港し、ティエラデルフエゴ、チリ、ペルー、ドゥアモトゥ諸島、サモア及びオーストラリアのニューサウスウェールズを訪問した。シドニーからは1839年12月に南極海に入り、1840年1月25日に死にしたバレニー諸島の西で、 南極大陸の発見を報告した。1840年には、フィジーとハワイ諸島を訪問した。1840年7月、ウィルクスの老いである士官候補生、ウィルクス・ヘンリーを含む二人のスイフが、フィジーのマロロ島で、食料交換の交渉中に殺された。ウィルクスの報復は迅速で厳しいものだった。マロロ島のある老人によれば、この事件で80人、近い。 フィジー人が殺された。1840年12月から1841年3月、ウィルクスは数百人のハワイ人を雇い、部下の多くと共にフリコをマウナロア山頂上に上げて重力を測定した。すでにある道の代わりに自分で選んだ道を進んだので予測したよりも長い事実がかかった。山頂の条件は南極を思い出させるものだった。 隊員の多くが節外炎や、鉱山病を患い、履いていた靴が擦り切れたために足を負傷した。太平洋岸北西部、アメリカ合衆国探検炎生態の記録から1841年の、オレゴンジュンシューズ・ウィルクスは1841年に、北アメリカの西海岸に向かい、ファンデフカ海峡、ピュージェット湾、コロンビア川、サンフランシスコ湾及びサクラメント川などを探検した。 7月5日には、現在のワシントン州リューポンで、ミシシッピ川より西では、初の独立記念日を祝った。1841年にはさらに南太平洋のエリス諸島を通過し、フナフティ島、ヌクフェタを干賞及びバイツプ島を訪問した。探検隊はキロに、フィリピン、スールー諸島、ボルネオ島、シンガポール、ポリネシアを経て、希望峰を通り、 1842年6月10日にニューヨーク港に寄港した。ウィルクス遠征隊は地球一周した小船の部隊としては最後のものになった。約8万7000マイルを航海し、感染2隻と28人の隊員を失った。コロンビア側のサスで感染の一つを失ったこと、部下の士官を日常から酷使したこと、及び水夫に対して過剰な罰を加えたことが問われ、 ウィルクスは軍法会議にかけられた。ウィルクスに対して不利な証言を行った証人の中には戦意のチャールズ二郎がいた。ウィルクスは部下を違法に罰したことは有罪となり、その他の罪状については無罪となった。その後ウィルクスは短期艦解元則領の任務に付けられたが、1844年から1861年の間は主に 遠征の報告書作成に携わった。ウィルクスの表したアメリカ合衆国探検遠征隊の記録は1844年に出版された。遠征の科学報告書を編集し、第11巻気象学と第13巻水路学は自ら執筆した。彫刻家でイラストレーターのアルフレッド・トマス・アゲートが遠征隊の肖像画と植物画を描く画家に指名されていた。 その作品がアメリカ合衆国探検遠生態の記録のイラストに使われた。アメリカ合衆国探検遠生態の記録には当時あまり知られていなかった多くの場所での作法、監修及び経済状態に関する興味ある資料が載せられていた。1841年のオレゴンジュンシューズは1842年にキットカーソンがガイドを行ったジョンシー・フレモントによる 最初のオレゴントレール島派遠征に先立つものだった。その多貴重な記録として、ジェームズ・ドワイト・デーナによる食虫類、地質学及び広角図なに関する報告書がある。さらに遠征隊の科学者が持ち帰った標本や加工品はスミソニアン博物館収集品の基礎になった。ウィルクスは短い記事や報告書に加えて、1 8 4九年に西アメリカ、 カリフォルニアとオーレゴン、1856年に、風の理論という科学的な作品を出版した。こうした一連の業績に対し、1848年に、イギリスの王立地理学会は、ウィルクスに金メダルを授与した。ウィルクスは1843年に、海軍中佐、1855年に、海軍大佐に昇進した。南北戦争が勃発した時、 アメリカ連合国の通称破壊戦士 ESS、サムターを探すために、アセスサンジャシ神との指揮官を任された。退役した時のチャールズ・ウィルクス提督・ウィルクスは、その任務の一環として、イギリス領バミューダ諸島を訪れた。ウィルクスは、命令に従って行動する中で、その期間アセスはチュセットに乗船したまま1週間近くも、港に停泊した。これは、 アメリカ海軍の艦船は1日のみ行内に止まることができるというイギリスの規則を破ったものだった。ウィルクスが港に止まっている間にアメリカ連合国の封鎖破りの重要な基地であるセントジョー事港をウィルクス配下の奉還アセス対応型アセスそのまが、封鎖した。これら奉還はイギリスの郵便運搬蒸気船マーリンに発砲した。 アメリカ連合国がイギリスに送った特使、ジェームズ・マレー・メイソンとジョン・スライデルの二人が、イングランドに向かうイギリスの郵便船 RMS、トレントに乗船していることをウィルクスが知ったとき、その蒸気フリゲート艦、アセス・サンジャシントを使って、郵便船を停船させる命令を出した。1861年11月8日、サンジャシントは、 トレントに遭遇すると、選手を超えて2発の砲弾を放ち、トレントを停戦させた。サンジャシントの船長が率いた異常部隊がトレントに乗り移り、メイソンとスライデルを逮捕した。この2人の施設は、ボストン港のウォーレン砦に連行された。バミューダの新聞は、悪名高きウィルクスと名付けた。そのウィルクスの行動によって、 アメリカ合衆国とイギリスの全面戦争が避けられないと多くの者が考えた。ウィルクスはアメリカ合衆国議会の決議で公式に感謝の意を表された。しかし、イギリス政府の外交圧力のためにリンカーン大統領がウィルクスの行動を否定することになった。メイソンとスライデルは釈放された。ウィルクスの次の任務はバージニア州ジェームズ川の船体だった。 1862年7月16日には海軍大将に昇進し、西インド諸島で封鎖破りに対抗する任務を割り当てられた。ウィルクスは功績を残したにもかかわらず、傲慢で村木だという評価になった。これは海軍長官ギデオン・ウェルズと仲が悪かったことも一部災いしていた。ウェルズは当時の昇進に関する法の下で、ウィルクスが 財商に昇進するには年取り過ぎていると言った。ウィルクスはそれに応えて、ウェルズを国評する手紙を書いた。この議論は1864年にウィルクスの軍法会議につながった。ウィルクスは命令不服従、上位者警視などの罪状で有罪とされた。判決は懲戒と3年間の勤務停止となった。しかし、リンカーン大統領が停止期間を1年間に減刑し、 その他の罰は取り消された。1866年7月25日、ウィルクスは退役軍人名簿の上で海軍少将に昇進した。ウィルクスの変質的挙動や感情での厳しい規律は、ハーマン・メルビルの小説、白芸の主人公、エーハブ船長の性格に移されたと指摘する歴史家もいる。そのような想定は、アメリカ海軍歴史文書に言及されていない。 ウィルクスは海軍史における貢献や、その著作、アメリカ合衆国探検遠征隊の記録における科学研究に加えて次元を表した。ウィルクスは1877年2月8日、ワシントン DC で海軍少将の位で死亡した。1909年8月、アメリカ合衆国はその意外をアーリントン国立墓地に移送した。 その破壊しには南極大陸を発見したと記されている。アメリカ海軍にはウイルスと命名された艦船が歴代4隻あった。魚雷艇アセスウィルクスは20世紀への変わり目頃に収益し、駆逐艦アセスウィルクスは第一次世界大戦で活躍した。また、駆逐艦アセスウィルクスは第二次世界大戦に参加した。海洋調査船アセスウィルクスは1969年に 収益史、ウィルクスの彦であるホリス・エル・ジェイが命名した。ジェフ・プ・ファラー作、ショーン・ヒルガになる8ページ漫画、ザ・ウィケット・キングで、チャールズ・ウィルクス提徳は主要な敵対者になっている。南極への遠征中に出会った人間と呼ばれる神話的生物を殺すことに心を奪われている。その生物を殺すために二人の有名な漁師と共に氷の大陸に戻る。 この作品は2010年にセント・ジェームズ・コミックから出版された。ワシントン州ベーンブリッジアイランドにあるキャプテン・チャールズ・ウィルクス小学校は、ウィルクスの名前を冠したものである。ウィルクスは植物の学名で命名者を示す場合に、チャールズ・ウィルクスを示すのに使われる。ありがとうございます。